278%、ありがとうございます。こんなもんリアルに忘年会さえたまったもんじゃない、たまったもんじゃない。あは言うてないって。阪神になってから勝ち馬は前走一着馬しかいない。マジで今年の漢字の一文字って戦なんですよ。それで血糖値上がるってね、もう完全に酒なんすよね。答え出ちゃった、うん、お、始めますか。ビシッと2歳。まあ、あのターコイズステークスの振り返りでも、あ、ターコイズからいきますか。ターコイズステークス、ちなみに山ちゃんの本命は今日は16番、うん、16番、おお、ファイアスプライド16から6番、アナザーリー。6番ってどうやって変えました？前走盛岡の JBC クラシックじゃないですか。まあその前春の福島ヒンバス重賞勝ってるって。ああ、ああ、確かに。ああ、まあ、で、結局、今日、ターコイズステークス、はいはい、もう3年間は全然当たんなかったんだけど、うん、副賞でなんと、12番人気。ですよね。890円、初めて今年の副賞で、10番人気以上当たった。大型的中おめでとうございます。てか前の日買った時6番人気ぐらいだったんですけどね。こんな人気なかったのびっくりした。いやいやいや、しかも最初出遅れて。そうですよ、8枠、まあ、出遅れた時って中山は割と来るか来ないかはっきりするから。あ、なるほど。足ある馬は逆にもう外からすっ飛んでくるから、出遅れた馬に限って。去年ミスニューヨークがまさにそれで。あ、そうだったんですか。うん、俺去年は当たってるんですよ、このレース。おお、去年はわ107,700円。あ、それは当たってない。去年はこれ生まれん馬単で買ったんですよ、ミスニューヨークが。あーはーはーはー、うん、生まれん2700円、馬単4,800円。おお、つきましたな。今年はちょっと買わなかったんですけど、ミスニューヨーク。あ、今年やっぱ連覇は厳しいと。まあ来てもなんか、まあ去年ほどのあれはないなと思って、旨味はない。それよりその外の大外の馬の方がすごいよく見えたんで。いやー、3着美味しい。これは美味しかった。そうね。いやー、大外8枠。でも、馬勝も当たったんでしょ。あ、バック、ご紹介ありがとうございます。ビシッと。ここに星マークがついてるっていうことは的中ってことで。ピンポイント。何点？いや、5点流し。7枠から1、2、3、6、8といきました。500円使って、もう。1390円。890円プラス。278%、ありがとうございます。結構年度成績が上がったんじゃん。いやー、前回土日と外してるんで、的中率回収率ともに下がってますね。副賞はね、いや、どうしても連続で外すと、悪手じゃん、枠は連続で外すと痛いよ。痛い。
ターコイズ僕は3枠と7枠で悩んでました。軸あで、なぜ7枠にしたのかちょっとタイムシフト見てみないと分かんないんだけど、7枠軸でファイナルアンサーしたんですが、これやっぱり神様のご利益ってことでいいね。まあミスニューヨーク2番人気だし、そうっすね、内枠のママコチャだが10番人気、怪しかったな。いや、あの3枠6番アナザーリリック、僕もこれをですね軸にしてたんですよ実は。ああ同じ。うん、だから前走 JBC クラシック走ったのが僕下せなくて、多分7枠に軸変えたと思うんですよね。なるほど、深い。もともとターコイズってその年の重賞勝ち鞍がある馬が強いと。そうなの、そんな聞いたことない。あの、あれ JRA さんの公式、今出ますよ。あ、多頭数重賞4着内実績でした、ごめんなさい。あ、まあそれならなんとなく、うん、多頭数重賞の4着内実績ある馬ってことで、アナザーリリックとミズニューヨーク悩んだんですね。清志くんさん、明日の阪神11レース柳田さんの本命は16番。お、マジっすか、16番っすか、ありがとうございます。柳田さん16番、アサヒフューチュリティステークス16番、デビッド・イーガン、なるほど、ないな。ということで山ちゃん、このターコイズステークスについて論評するところは特になし。なし。これ来年ママコチャあたりどうなんでしょう、活躍しそうとか。そんな気配は、あ、スプリントで行くんじゃないですか、ママコチャ。戦力で重傷で負けてたら、うん、距離が長いと判断せざるを得ない。あー、なるほど。金子誠ホールディングス、まあ、わかんないですけどね、ブチコ。ああ、ブチコ、グレートな予想、あなたに最高品質の予想をお届けする、毎日が競馬、競馬研究、競馬研究。さっさとジュベナイルフィリーズやっつけちゃいますか。朝日、朝日、ああごめんなさい、朝日杯フューチリティステークス。いやー、なんでこうやって覚えれないんだ。2週連続で阪神 1600m ですね。はい、これはどうでしょう、ジュベナイルフィリーズの方をなんか参考にできるようなネタってあるんでしょうか。差し有利、内枠有利、中有利。ああ、要するに、はい、阪神の外回りの、うん、まあマイルなんで、はい、内外有利不利はそんなにない。ない。
で、まあ、どっちかっていうと、変更しても、はい。残れるし、差しも決まるし、だから有利不利そんなにないみたいな。なるほど。だいたい人気通り。言葉を変えると、実力がもろに出る結果に直結するという感じでしょうか。実力っていうか、まあ完成度、現時点の完成度。なるほど。そういった面で言うと、2歳のこの時期に完成度となるともう、男子トーカーはざれば刮目せよという言葉があるように、なんちゅうか難しいんじゃないでしょうか、判断するのは。いや、まあ大体人気出てる通りなんで、多少前後する程度。僕も朝日杯フューチリティステークスは一番人気を軸にして流す予定だったんですよ。で、僕の中ではダノンタッチダウンが一番人気になると思って、なんか数日前のメールで僕また変わったかっていうメールを送ったと思ったんですけど、ああ、しかし蓋を開ければドルチェモア、これが一番人気になりそうなんですよね。今のところドルチェモア 3.9 倍のダノンタッチダウン 4.0 倍なんですけど、まあ明日までわかんないですけどね。あ、そう。僕はだからね、これ答え出せないんです。今16で答え出てるじゃん。16一点ですか。いや、16から流す。あ、16二等軸でフォーメーションと。それジャパンカップでやって軸同士で決着したっていう苦々しい思い出があるんですけど、それまたやっちゃいますか。あれ、これ横山兄ちゃんどこ行ったんですよ。横山競馬、横山版の馬数。横山和夫いましたよね。ずっと乗ってた。何あれ、あ、そうだ、ドルチェモア堺に取られたんだ。どこ行ったんだ。取られたってことはないだろ。いや、多分ね、裏開催の中京にいた。コールドムーンステークス一番人気背負ってます、中京。これ、あ、横山和夫の乗り馬ですね、この馬。大勢サムソン、大勢サムソン、これどう思います。消せない。どう考えても G1。 ただこの乗り換わりはちょっとよくわからないですね。そう、なんか情報ないですか、乗り換わり情報。見つけられなかった。けどね、僕てっきり横山家3人揃い踏みで父横山家決着って、あの特別登録の時点では読んでたんですけどね。なんかでもドルチェモア相当相当らしい。というのは素質が。あ、そうですか。なんかデビュー前から調教でソダシを煽ってたって。同じ僅差だから。確かに調教は
時計は速い。最後バテて遅いけど、うん、全体はなんか一気に走り切った感じがある。あ、長い距離微妙な気もしないでもないけど、うん、ってなこれは。あ、内枠に入ったから、うん、これぐらいなら明日、うん、なんかあんまり馬場も良さそうじゃないから逆に前残りはあるかも。今日雨でしたね。うん、ほら先週阪神でジュベナイルフィリーズで横山武史と酒井隆盛2人揃って沈んだじゃないですか、人気馬乗って。ああ。だから今週ふざけやがって。買ったら来ねえ。買わなかったら来。出ました。ブラック山ちゃんのぼやき。だからね、今週なんかやらかしそうな気がすんだよね。二人で。ああ、あったあった。あの、この 3H レーシングの主戦ジョッキーが。ん？酒井隆盛。ああ、そうなんすか。うん。で、横山はサブ。ああ、たまたまこっちが乗ってたっちゅうだけで。まあ、メインは酒井だから G1 でこっちに依頼したみたい。馬主の意向らしいですね。なるほど。山ちゃん研究員の調査は、はい、山ちゃん研究員に優秀賞をあげます。失礼。とりあえずね、藤岡兄弟真っ先に切りました、僕。やらかすよね。もう兄藤岡系は本当にね、最悪ですよ。もう何ちゅうか災い。何ちゅうか災害級ですね。でも調教はまあいいね。新馬戦で12着ってやらかしてるじゃないですか。あ、違う、あ、ごめん、16番の。あ、コーパスクリスティ。うん。おん、マジで？調教いい。まあ、そもそも連勝してるぐらいだから、愛に切るっていうのも、っていう。内枠。え、内枠じゃない、内側。どういうところがいい？まあ、早いピッチ走法で、うん、まあ、いかにもっていう、まあ、短距離向きなんだけど、うん、まだこの時期の2歳戦なら短距離までも全然勝負になるんで、うん、うん、勢いでいける可能性はある。どうなんでしょう。朝日杯へ勝った馬は翌年のクラシックで活躍するじゃないですか。いや、最近はそうでもないですけど、ね、そうでもない、うん、まあ初戦戦六だから。だってここ朝日阪神でやるようになってから、はい、勝ち馬皐月賞へ勝った馬いないですからね。あ、そうなんだ。うん、最高2着。ダービー、あー、皐月賞勝ったのは1頭もいねえの。ちなみに、ダービーで今年のドーデュースがやっと勝ったみたいな。ああ、そうなんすか。うん、全然活躍っていうほど活躍もしてないです。そうなんだ。まあ、所詮この時期でマイルに来てるぐらいだから、やっぱり、長い距離は。
それを、なんでみんなホープフルに回るんですよ。ある程度有力馬。いやー、僕ね、怖いのがね、どんでん返し。本当になんかどんでん返ししそうで怖いんですよね、名前通り。どう思います？いや、ここは切ってますね。何をもって切りますか？しかも、いや、横山、息子から親父に乗り換われってこれ絶対ないでしょ。そうかい。親父の、あ、息子のお風呂で親父勝っちゃったら息子の顔立たないでしょ。勝ちそうになっても負けるよ、わざと。あー、なんか YouTube でそういう動画出てますね。ある？うん、そう思いましたよ、見た瞬間に。あの、ずっとね、最後内側でね、追いながら外刺してくる和夫、和夫じゃねえや、たけしをね、ニコニコしながら見てるノリが頑張れ頑張れって言いながら。それが許される競馬の世界。うん、すんごい嬉しそうに内側で追ってた自分の。我々も馬券買う方もそこまで読まなきゃなんないから、はっきり言うと馬の強優劣だけじゃなくて親子関係まで推理していかなきゃなんない。そうだね、何回ですよ。だ、ワンチャンどんでん返しでペースぐちゃぐちゃにしてレベリングの差しを演出するかもしんないね。まあ言うてこの馬もまだそこそこ、もともとあの素質馬だから注目されてる。少なくとも横山親父の馬よりもはるかにレイベリング 3番人気か。うん、現状3番人気。あとダノンタッチダウンですね。これいつまで配信していただけますか？何時までやりますかね。そんなに長くは、あと1時間ぐらいですかね。1時間、うん、いや、わからんよ、今日は。まだ大した馬の話してないから。してない、ね、そもそも脱線しすぎっていう。ダノンタッチダウン、コメントがいいんですよ。川田絶賛、信用できる。あ、そういう時は前、あ、なるべく買った方がいい。うん、まあいつも言ってるように本当まっすぐな男なんで。本当に今回のね、ダノンタッチダウンのね、川田のコメントは良かった。なんか本当繊細っていうか、そういうタイプの人間なんで、もういい時はいい。うん、で人気なくても自分がいいと思ってりゃ持って、結構持ってくるんですよ。うん、逆に人気集中してるときで、なんか良くない、なんかあるんでしょうね。まあ良くないっていう感じするときは、ほんと飛ぶ。バンバン飛ぶ。人気背負って。でも本人的にはこれはしょうがないっていう感じでコメントして最後してるんで。正直な、馬には正直なことが。だからね、僕は2番人気だったらダノンタッチダウンを軸に考えてます。いや、いいんじゃない、ここは外せないですよ、やっぱ。あのけど一回ほら、川田で軸にして馬券取ってるから、もうそうそう川田はないんじゃないかなっていう。あ、あんまり考えない方がいいですよ。そうっすかね。まあそうですよね。来るときは来るし。今回、まあ前走とか見ても、今回は割とここは安牌なんじゃない。ここまで強力な相手にし。
とはいえダノンタッチダウンの唯一の懸念点が重傷未勝利ってことで、まあ、2回しかまあ関係ない。山ちゃんデータでは朝日杯重傷未勝利馬でも軸にできるっていう何かデータ出てます？関西もう関係ないですね。関係ない、いや関係ないってことはないけど、全然結局軸にするってことは1着か2着って、2着まで見ると別に勝ってなくても全然入ってる、来てる馬はいるんで、重賞勝ってなくても、もしくは重賞初めての馬だって5頭ぐらい勝ってんだから。ああ、なるほど。それ考えて重賞2着だからって関係ないし。重賞の実績がない馬でも、はい、実質5頭勝ってんだから。ああはははは、なるほど、それなら全然大丈夫だわ、問題なし、問題なし、ノープロブレム。ただ勝つとは限らないですけど、2着っていうのも刺されて2着とか届かず2着あるのがこの馬、こういう馬ですね。でも軸にする分には問題なし、問題なしで、1600m のタイムなんですけど、前走早かったですよね。1分33秒に行ってデイリー杯2歳ステークス。そう、デイリー杯も毎年京都でやってんだけど、うん、まあ改修してるから阪神じゃないですか、はい、時計とか考えればこの同じ舞台だからなおさら好材料ですよ。なるほど、まあ、そんな嫌う必要はないよね。まあ、大した誰も嫌ってないんだけど。でも4倍値はちょっと、阪神は4倍はちょっと高いかなと。おそらく、まあ 3.12 ぐらいまで落ちるとは思うんだけど、ドルチェモアが高すぎるんだよね、ちょっと。ですよね、僕もそう思ってるんです。どっちかっていうと一番人気ダノンタッチダウンと思ってたんで。ただ調教とかやっぱいいし、まあレースっぷりもいいから、内枠入ったし、その辺が好材料なんですか。ちなみに KO 杯2歳ステークス、ダノンタッチダウンをかわして勝ったのが、大盤振る舞い。その横山武史を差し置いてルメールさん安城と。いうことで、これ不気味ですね。俺は切ってやりますけどね。明日は、馬勝さんと山ちゃんさんの勝った馬券と当たりますように。ありがとうございます。当たんねんだこれが。だとさ、山勝は結構当ててくるけどね。枠に目覚めた男だ。僕はもう必殺技を身につけたので、そうそう負けませんよ。いや本当に当ててくるよね。うん、ありがとうございます。やっぱね、枠連フォーメーション最強。びっくりしちゃったもん今日も。
もう例のごとくレースなんて見てませんから僕、夕方うち帰ってきてブラウザ広げて、で JRA にログインしたらなんか昨日入金した金より増えてんなと思って。おお、言ってみたいその一言。なんか増えてる。したら当たってた。でそうそう、大盤振る舞いなんですけれども、こだわるそのままに、うーん、やっぱりね怖いんですよね。なぜならね、ニュースに載ってんですよ。あ、ごめんね、どんでん返しだ、勘違いしました、どんでん返しです。横山のりの方ですね。けどこれ新馬戦4着だし休み明けだし言うほど、あ、39倍か。じゃあ大丈夫だな、1か6の2択ですね僕の場合。豪華スクリスで末足爆発、中内が急所阪神マイル最強。ほう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 、中内が急所阪神マイル最強なんですか。阪神連帯率 40% ですって、中内が急所半着内率 54%、 阪神芝怖いな。他そうだ、一戦級の外国人騎手いないっすね。あれもう帰ったんですか。帰ったんですね、マーカンドとかダミアン、ダイアンレーンとか。やっと落ち着きましたね、そうしたら。いやー、なんかまだ買えないっす、やっぱりちょっとまだ絞りきれてないですね。うん、最終的にどこまで絞るかって決めてるんですか。5点とか、うん、5点ですね、5点。うん、だから僕も3枠と5枠切ってるんで軸選べばいいだけなんですよね。3枠と5枠。うん。梅結びも。梅結びも。やっぱりね、4着以下に負けてることがある馬っていうことで切りましたね。で、本来はどんでん返し買えないんです。休み明け馬の連帯率は 0% なんで。うん。けど、どんでん返しが怖い。ありそうで怖いんですよね。ない、ないって。ないって。ないか。ないって。こんなもんリアルにどんでん返しされたらたまったもんじゃない。たまったもんじゃない。バカ言うてないって。いいね、今赤文字で入りましたよ、字幕が。そんなもん来てたまるかって。とはいえね、隣のオールパルフェがまだいるんでね、2枠は切れないと。あ、馬券外した馬は僕の軒並み切ってるな、そう考えると。じゃあ竹豊もいらないな。オールパルフェもいらないよ。え、どうして。前走逃げでなんとか残った感じだし、正直パッとしない。
ジっすか。いや結局勝ち合うから隣のドルチェモアと。そうですね、うん、逃げるでしょ。まあ逃げざるを得ないから逃げもあるから。阪神逃げは結構きついよね。加藤数はそっか、ピザかな。山ちゃんピザ頼みやがったな。さてはピザハットだな。大変失礼しました。ピザハットですか。最近ピザハット頼んでなくて、他がセールやってて、はい、久々にピザハットやっちゃった。ピザ食ったら競馬当たらないって言ってたじゃないですか。大丈夫、もう神のゴッドパワーがある。なんだそれ。しかも出前館のゴールド会員なんでクーポン消化しなきゃなんないんですよ。ちなみに山ちゃん、今週のピザは何ピザで。なんかわかんないです。テイスト4だから。ああ、クワトロピッツァみたいなやつですか。うん。さあさあさあ、改めまして阪神フューチャー朝日杯フューチュリティステークス、現時点やや重発表ですね。一枠一番の馬ずいぶん人気ないですね。まあダートデビュー戦でまだ芝勝ってないですからね。ああなるほど。ああなるほどね。あ、デビューだとか。なるほどね。その調教はわりかしいから、ちょっと人気なさすぎて買いたいぐらいだね。ここまで人気落としてる馬って、いや本当ダメなら買わないけど。所詮ダートで一戦して芝専用だから、条件変わったレースでは一回もやってないわけだし、ワンチャンマイルだったら行きそうな可能性も、まあ、枠だと一番の、まあ、ドルチェモアもいるから、うん、同じことなんだけど、まあね、タンとかで行くと、ちょっと見落としてた。いや、来ないだろうとは思うけど、はい、ワンチャンなくはない。なくはない。一枠で、うん、先行そのままの粘るみたいな。1、2番人気で、連帯率 60%、50% 超えか。ここどっち買うかを本当に間違えないんですよ、僕は。間違っちゃいけないんですよ、今週は。ちなみに、はい、阪神になってから勝ち馬は前走1着馬しかいない。マジで。うん、2着の馬は負けてる馬もたくさんいるけど、うん、勝ち馬に関しては前走必ず勝ってる。8年連続。なるほど。けど前走勝ち馬ってたくさんいるんですよね。いやそう、当たり前なんですよ。勝ってないと出てこれないから。だからその前走勝ち馬についてはドルチェモア決め打ちできないんで、
もう一つなんか材料が欲しいですね。まあそうなってくると、うん、まあいつものやっちゃいますよ。サイン馬券。サイン馬券。なんかありましたか今週？いや今週いっぱいあって。まず最初あの水木しげるじゃないわ。あれあれ。あ、アニソンの。マジンガー Z。そうそう。マジンガー Z の。あれ、なんだ水木なんでしたっけ。水木一郎。それで水青。あとあのボクサー井上尚弥、すごい、もう4団体統一、相手がバトラーだったんですね。そうです、ポール・バトラー。もうそれでなんかバトルっていう、あのマジンガーでバッ、なんだっけ、コンバトラー V。 あ、そうバトルに関係したのはあんじゃねえ。明日はワールドカップの決勝。そうです。アルゼンチンとフランスって、もう青白一色。どっちも。いや、フランス赤もあるけどね。まあそうですけど、うん、まあメインカラーは青と白。まあフランスのメインホームユニフォームが青なんで。ああ、なるほど。アルゼンチンは青と白のメインユニフォーム。あーは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 ー。じゃあどっちがどっ、ガゼン、オーバンブルマイ、ルメール、フランスの騎手だし。あー、フランスですか、ルメールさん。ええ、いやなおさら混沌としてますな。1と6で迷ってるのに4枠まで。一応まあ個人的にはダノンタッチダウンとレイベリーでいこうかなっていう感じ。なるほど。ちょっとドルチェモアは落としました。おっと、ちょっとね、で紐、まあ、紐で買うレベルか。マジっすか。引くにはできね。怖い。怖い。はあ、一番人気連帯率 60%。三着内率 80%。楽しみですね。まあかといって切るってこともできない、さすがに。あんまり先行だけしてる馬って、うん、やっぱりね、上に行くとどっかで捕まるんだよですよね。我慢させる競馬も練習させていかないと。で、なんといっても阪神競馬場、川田優雅ジョッキー、ダントツ勝率 30% の連帯率が 40% 超えの、三着内率が 60% 弱。今回ルメール切るんだったらもう目をつぶって買うのは川田優雅。ルメール切るぞ。ありがとうございます。かその横のグラニットっていう馬は結構良さげなんですけどね。これ新潟2歳で6着してますね、うん、11頭立てで6番人気の6着。でも前走2着ですか。前走2着ですけど7番人気と。
あれ、前走の人気多分影響すると思いますよ。そうなんですか。うん、前走 1,2 番人気の馬がいいってどっかにあったな。あ、そう、ごめんなさい、時空馬のことでした。時空馬は前走 1,2 番人気、他の対抗とか紐に関してはその限りにあらず。はい、いやー、早くドルチェもあとタッチダウンでオッズ逆転しねえかな。下手したらしないですよ。マジで。じゃあもうここで腹くくるか。よーし、馬券購入の儀いっちゃう。お、改めまして、本日的中ありがとうございます。からのマークカード、阪神朝日杯フューチュリティステークスフォーメーション枠連。よし、これ6枠を僕全体重で右クリックしますよ。ビシッと魂の6枠クリック。紐が1,2,4で、6枠が軸だから7,8と5点セット。1で500円セット、購入ビシッと。6枠からの12478、 JRA さん明日もありがとうございます。ということはもしかして僕今週勝ち確ですか。まだ2300円残ってるっていうことは僕今週勝ち確です。山ちゃん勝ち確、2確で明日外しても僕勝ち確です。今週万が一明日当たったらこれえらいことだぞ。雪降るぞ山ちゃん。もう降ってるし言ってるし、これが終わったら来週有馬記念ですよね。前日の阪神カップどんなレースですかね。荒れる、一言荒れる。あ、そう、うん、これは怖いな。そろそろ終わりにしますか。そうですね。じゃあ山ちゃん、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございます。来週は有馬でお会いいたしましょう。ありましょう。はい、ありがとうございました。